の動画はサーキットのロードレースという珍しい動画です。ピットクルーの代役をしていきました。場所は筑波サーキットツーリストトロフィーというレースなんです。プロップマンはロードレースにも参戦しています。あるエントラントの予定のピットクルーがですね、前日に突然体調不良に見舞われまして、で私にピンチヒッターできないかという要請がありました。でその筑波ツーリストトロフィーというレースにお手伝いに行ってきたと。クラスはフロンティア2クラス、まあ、そういったカテゴリーにエントリーしているライダーなんですね。で担当ライダー以外の活躍もご紹介しているのですが、まずその筑波ツーリストトロフィーというレースを簡単にご紹介しましょう。参戦してないか。お手伝いしたレースは2024年4月、これ年間参戦第一戦なんですね。地方選手権、全日本選手権、世界選手権といった昇格対象のレースではありません。ただ、コースは、全日本選手権が開催されるコース2000というところで、筑波サーキットにはコース1000というミニバイクが走ることもできるコースもあるんですけれども、このレースはコース2000で開催されます。車両はですね、4ストローク車、250cc、2気筒、そこで入門クラスのライダーがエントリーできると。タイヤやパーツの交換には制限があります。で、さらにですね、上位クラスに昇格する条件というのがありまして、昇格を断ることはできないんですよ。例えば優勝したらもう同じクラスには出られませんよといった。ですので、エントラントは入門者に限っているというそんなクラスなんですね。で、その FT2 以外にも、いろんなカテゴリーがありまして、草レースではあるんですけれども、皆さんとても真剣に遊んで取り組んでいらっしゃいます。それでは本編どうぞ。今日はいつもの DT に乗っているのではなくて、筑波にピットクルーでやってきました。はい、プロップマンの、レース車両のピットクルーです。今 NT2 クラスっていうクラスの予選が始まったんですよね。ダンロップ行って、アジア行って、ミヘアに行って、はい、みんな雨なのによく走るな。達者な奴らですね、本当に。最終コーナーを立ち上がってくるところまで見てましょうかね、ちょっと。おー、早いな。白いレインスーツを着てるライダー竹内君ですね。いやー、250cc といえども速いですね、なかなか。元気だな、みんな。まあ、ちゃんとしっかりレインですけどね、ヘビーレインじゃないけど、1分13秒って速いっすね。すごいすごい。は現在7位と10位かな。あ、5位に上がった。あ、6位、5位と6位ですね、今現在。15秒と16秒。頑張れ頑張れ。立川さんが14秒166。ちょっとね、竹内くんが今見えてないんで、どこ行っちゃったのかなっていう。ちょっと耕しちゃいました。2部屋だそうです。ライダーは全く損傷なしなようなので良かったです。そろそろ予選です。あと5分ぐらいで予選。走りを見せてくれるか楽しみですね。
はい、まあ、最後尾かな、シャリマーで出走しました、無事。さあ頑張ってタイム出せよ、37番車。もうあの予選中ピットに戻ってくることはありませんって言われたので、ピットクルーの仕事をかまけて動画撮ってます。あ、かなり乾き始めてるな、路面が。あれはユータだな、ユータのちょっと後に来るはずなの。あ、来たかな、37番車来ましたね。大丈夫大丈夫、元気に走ってますよ。よかったよかった。さあ、あとはどれぐらいタイムを出してくれるかですね。とりあえず一周だけは完了させてほしい。計測周回は作ってほしい。はいはいはい、はい、今アジアを立ち上がりました。来ましたね、今19秒173、現在5番手ユータは7番手19秒569かな。ユータが行った、はい、龍馬が行った。6番手は変わらず来ましたね、頑張れ龍馬。あれ、なんかタイムが伸びない、全然伸びてないね。ユータもそこまで伸びてない。今6番手と9番手か。さあユータは頑張ってるよ。お、来た来た、4番手に上げた、やったー。18秒047、ここで龍馬は負けるわけにいかない。龍馬来た、あ、龍馬が4番手に上げた。17秒。チーム員同士で、はい、熾烈な争いですな。今ユータが転倒したっていうアナウンスが入りました。1部屋だそうです。あーってことは、その直後にいた龍馬もちょっとタイムが出づらいですね。あー龍馬がねいますが、多分タイム出ないよね。そりゃそりゃ無理だよね、目の前転倒でイエロー出ちゃったら。8秒に落ちてる。あー次ラストラップだな、ラストラップでなんとか、なんとかラストラップで4位にはなれるんじゃないか、頑張れば、はい、さあラストだ、これがラスト計測だ、どうだどうだ、出なかった。18秒、落ちちゃった、残念ながら5番手ですね。まあグリードとしてはそんなに悪くないよね、はい、ちょっとユータも耕してしまいまして、1部屋だそうです、はい、同じように左側面ですね。結構似たような、なんか既視感があります、デジャブ。傷んだところもほぼ同じみたい。ここから復旧作業ですね。結構にぎわってますね。ツーリストトロフィーは比較的エントラント多いんだよな。
ね、相当もう減ってるんですけど、人口は。まず73番ユータ車、なんとか出走できるレベルに直りました。決勝は頑張ってもらいましょう。このリフトペダルが短くなっちゃってるんです。でこれはなぜかというとですね、これ犯人は私でして、はい、転倒によってこう90度ぐらいに曲がっちゃってたんで、これを裏から叩いて伸ばそうとしたんですけど、そのやっぱ叩きがやっぱりこう正急すぎたんでしょうね。クラックが入ってポロっていっちゃったんです。ですから穴を開け直して、だから短くなっちゃってるんです。15mm ぐらい、いやもっとだな、20mm ぐらいステップ側に寄っちゃったんですよね。なのでちょっと操作しづらくなっちゃってると思うんですけど、ユータに申し訳ないです。で頑張ってもらいたいです。26番竹内車も出走可能な状態になりました。決勝頑張ってもらいましょう。T2 クラスの決勝です。2台出てるんですよね。1台転んじゃった竹内くんも、ちゃんと車両を直してグリッドについてます。はい、この竹内くんです。その前に、立川さんがもうすでにアナウンスされました。はい、ピットクルーコースアウトですね。もうちょっとでスタート。これは今グランプリ方式になったのかな。赤が消えたらスタートなのか。いや、グリーン赤消えグリーンついてだったかな。これ分かりますね。あと1分だ。昔はね、旗振り下ろした時にスタートだったから、もうみんないい加減でしたよね。あいつフライングだよみたいなのがそこら中にあったから。あ、そっかそっか、ウォーミングアップラップだった。あ、しかもウォーミングアップが2周になってますよ。いやー、なんか変わったな。1周だとやっぱりこけちゃうからだな、みんなタイヤ温まんなくて。ウォーミングアップ2周になったんだ。なんかいろいろ変わってるんですよ。コース内にあのウォーマーを巻くための発電機持ち込んでいいとか。ウォーミングアップが2周になったってことはガソリン積む量をちょっと考えないとダメっすね。でギリギリでガス欠しなかったみたいなの多かったんですけど、昔の調子で言ってたらガス欠するレースいっぱいあっただろうな。さあみんな来ましたよ。そして前線69番橋本さん、食中毒中ですか。出て大丈夫なんですか橋本さん。砂地の中を汚してしまうのが恐怖しております。そんなギリギリの状態で出ているのかと。 NT2 クラスのスタートです。はい、フラッグマンが退きます。 NT2 レース250NS の決勝が今シグナル中毒フラッグ。あ、赤消えてスタート。あ、ストールしてる、ストールしてる、危ない。ストールしてたの危なかったな今。さあ今ですね、コールショットしたのは前線3番のゲット。さあこの場所の中心で第1位を決めるさて、一番ですね盛り上がりといっても過言ではない、こんな非常に豪勢車レースではありますが、転倒車なしで綺麗にスタートしていきましたね。3クラス混走なので順位が分かりづらいので、ここにいるとよく分かる。 NT2 クラスの4番手と6番手、4番手と6番手ですね、はい、うん、さあ帰ってきますよそろそろ。来ましたよ。1、2、3、4。
周回遅れが入ってるな。周回遅れ入ってる。まだちょっと来てないし、まだちょっと来てない。さあ、これは26番車転倒しましたけど、はい。NT2 クラスの4位かな。ゼッケン37番車は。さあ。あ、最後かわされた。最後かわされちゃいましたね。最終的な順位はこれか。おおおお。竹内くん総合7番手、立川さんは総合13番手かな。うんですね。総合7番手と総合13番手、 NT2 クラスの4位と7位かな。そう、5位、5位、総合5番手。え、どういうことこれ。1,2,1,3,4,5、 5位だったかな。4番手じゃなかったっけ。クラス4番手じゃなかったかな。5番手かな。はい、ではお待たせいたしました。全車ゼッケン26番竹内車、予選で転倒しましたけども、はい、入賞ですね。おめでとうございます。5位でした。クラス5位。社長かぶってる。クラス5位ですね。頑張りました。転倒にも負けずよくやった。37番車今スタート前チェック、スタ前チェックを受けてます。はい、 OK です。スタート前チェックを通過しました。いやー、かわしドリーに乗ってまして、おい、スタワンスーともちですね。スタ前チェックを通過したよっていうシールを貼ってもらいました。さあ、タイヤウォーマーも巻いてグリードに着く準備です。みんな来てます、続々と。あっちは予選で転倒してしまったユータ車両です。はい、グリッドつきました。スターティンググリッド、5番手です。これはね、シングルなんです。シングルって言うと、あの FT2 クラスだけなんですよ。混走じゃないんですよね。はい、あそこに、ユータがいますね。7番手、はい、リョーマ頑張れ。スターティンググリッドはこんな風景ですね。5番手いい位置ですね。前に誰もいない。ピットブルアウトだ。さようなら、ピットブルアウトです。はい、これからウォームアップラップです。今グリッドから登ってきました。ピット上に37番車、あ、ユータの73番車だったかな。73番車だって見えない、ここからだと。あ、来ました。はい、ウォームアップラップスタートです。73番、元気に行ってこいよ。達者でな。はい、グリッドに戻り始めました。あ、ユータが先に戻ってきた。ここからだとちょっとなんかちょっと2台がスタートで入んないな。いいとこあるかな。ここだと2台とも入ります。ぜひ8月5年から今日だけと言わず8月と11月と
っていうのは2気筒の 250cc の入門クラスみたいな感じなんですよね。ん？ん？あ、手挙げてる手挙げてる。エンジンかかんなくなったな。押し掛けする。変な風に動かしたね俺。あのストールしちゃった子ってそのまま退かされちゃったんですね。さてさて、あーなんかグリッドと同じくらいのスタートかな。 1,2,3,4 わーグリッドと同じくらいかな。2,3,4,5 あ、そうですね。あ、なんかめっちゃグリッド通りのって感じ。あ、違うな、ユータが1台遅れたかな。さて、何番手かな。3,4,5,6 6番手。2,3,4 来た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 。やっぱり大間の車両はきついね。最終コーナーあの勢いで立ち上がってきても結局1コーナーで刺せないんだね。今ぶち切りになってます。すごい差だ。5位か。あれまた後ろにいる。あきついな。後ろにいるバイクたち速いな。すげえ落ちた。あすごい熱いバトルになってますね。さあ、うわー弾き出されてる。かなり弾き出されてる。ゆうた頑張れ。うわーすげー。うわすげー。龍馬の最終コーナー早えな。あ、ゆうたもそんなに。え、ラストラップ？これラストラップ。うわちょっと厳しいね。2部屋で前に出てもストレートで抜かれちゃうんだろうな。あーダンロップまでに刺したかったね。トラクリオ2番手ですね。優勝は今ぶっちぎりでした。2番手争いのぐちょぐちょの中でどうやってトップになってくるかな。あーあーあー来た。2番手だ2番だやった。すげえすげえ。最終でまくったね。頑張ったね。すごいね。いやよくやりました龍馬。いやー2番ですよ。最後すごかったですね。今聞いたら大外だそうです。あの最終コーナーね。素晴らしい。よくやった。いやー表彰台ですね。2位ピットクルーに来た甲斐がありましたよ。素晴らしい。いやーやりました龍馬選手。2番の表彰台に上がってる龍馬選手です。よく頑張りました。素晴らしい。また社長が被ってますね。かっこいいですね。2位表彰台素晴らしい。イエーイ。はい、ありがとうございました。 MC の方の喉の強さがすごいですね。はい、いいもの見せてもらいました。ピットクルーをやらせてもらったおかげで素晴らしかった。はい、おめでとうございます。いかがでしたか。午前中の予選といい午後のスタートちょっと反省点が多いレースだったんですけど、
まあ最後の週のあれは結構あれよかった、あれかっこよかった、あれ。でも正直最後フラッグ振られてる時はちょっとこう出てきてたって。なるほど。いやこれ3位かなみたいな。俺はねはっきり見えてて、あ2位だと思って。あ本当っすね。2位だと思う。こっちからこうやってるとちょっとずつこう出てくるから、うん、いや2位なのか3位か分かんない。分かりにくいけどね。でもギリギリで多分2メーターぐらいコントロールラインが奥だったらダメでしょ。ダメだったダメだった。だから、うん、それぐらいスピード差があったんで結構最終の入り口とかは結構こうすげえ近づくんですよ、うん、で抜くじゃないですか、うん、抜いてアクセル開けるタイミングになった瞬間に一気に差がなくなって今度むしろなんか追いつかれるみたいな。あの予選の展開からして多分考えられる最上の結果だと思うんだけど、そうですね。多分スタートをもうちょっとこううまくやれてたらもうちょっと1位と絡めたかもしれないかなって。あーなるほど、確かに確かに。えめちゃくちゃ1位やっぱ早すぎる。目もぶっちぎりってた。あ、じゃあやっぱそうなんだ。10何秒ぐらいぶち。いやもうなんか最初結構後ろがダウンのでタイム出ない、うんうん、そう確かにね、確かに確かに。だからまあ1についていければひょっとしたらついていけたのかもしれないね、はい、でも良かったです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、車両保管解除されました。お失礼、ごめんなさい。はいはい、これで正式結果になりました。はい、よかったよかった。はい、お疲れ様でした。栄誉の車両ですよ。 FT2 の予選結果5位ね。予選は5位でしたと。はい、グリッド、そして決勝、暫定がそのまま決定になったのかな。これか正式結果。はい、2位ですね。はい、おめでとうございます。はい、収納完了しました。これで大間がピットクルーのお仕事は終了かな。いやー、いい日でしたね。お疲れ様でした。まとめます。2位表彰台でしたね。車検の不備指摘なし、すいません動画なかったんですけれどもね、すんなりでした。で、雨の予選は8年もの熟成レインタイヤで5位でしたね。決勝はドライで、スタートはかなりゆったりでしたね。ロケットスタートではなかったですね。はい、最終周、最終コーナーで、2台を抜いて2位になったと、なんかかっこいい結末でしたね。で私はほぼライダーの指示通りにこれをやってくださいって言われて動いただけで、はい、ほとんど何の苦労もありませんでした。しかしですね、私ちょっといい仕事してまして、はい、ユータの壊れそうになってたシフトペダルを私が最後にへし折るというですね、まあ、汚れ仕事もちゃんとこなして、その同一カテゴリーのライダーの、順位を下げることに貢献しましたから、はい、ちゃんとピットクルーの仕事してきたかな。ごめんね、ユータというわけで、久しぶりにロードレースヘルパーに参加してきました。また機会があれば、行ってお手伝いをしてみたいなと思います。ありがとうございました。